100万両の壺、スチール総春太郎と大河内伝次郎、丹下左前にあまり話100万両の壺は、1935年公開の時代劇映画である、日活京都撮影所が、山中瀬田王監督に、丹下左前役に、大河内伝次郎で制作した。11巻もの、同年6月15日風切り。2009年11月20日、キネマ巡報社が、 創刊90周年を記念して、日本映画、外国映画、オールタイム、ベスト10を発表したが、丹下左前よは100万両の壺は、日本映画部門の7位に選ばれた。公開時のポスター100万両の隠し場所が塗り込められた、コケザルの壺をめぐる丹下左前と、野牛はじめ門との争奪戦に、左前が居候をしている、ヤバの女主人串巻を藤と、コジチョビアンとのエピソードを絡めた。 ホームコメディ。それまで、丹下左膳の映画を撮っていた、伊藤大輔監督が1934年9月に日活を退社したため、三部作の予定だったトーキー版、丹下左膳の最終作、尺取横町の巻が宙に浮いてしまった。そこで急遽山中に作らせることになったという。山中は、伊藤作品の丹下左膳をパロディ化した。スティーブン・ロバーツ監督のアメリカ映画、 韓国の果てをベースに、モダンな明るい作風を目指し、おジ役に、歌手の清蔵を登用、くずや役の高瀬実情、鳥羽のス助コンビで、コミカルさを加えるなど、独自の演出を施すほか、伊藤作品における虚無的な左前のイメージを排して、ネックからの好人物に変え、大河内伝次郎の喜劇俳優の才能を見事に、引き出している。音楽も、ムソルグスキーの、 ハゲ山の人よなどのクラシックを採用するなど、洗練度を強めている。だが、丹下左前のイメージに合わないと、原作者の林不妨側から抗議を受けている。山中作品の内現存する3作品の中で、最も古いものであるが、残っているのは戦後公開版で、どこまでがオリジナルであるかは定かでない部分もあり、GHQ による検閲で、チャンバラの場面などが削除されたと見られている。 また、戦後に、行方不明になっていた終盤のアクションシーンの、フィルムプリントは2004年に発見されたが、音声トラックはなかった。DVD 化されており、セルレンタルともにリリース中である、電化版 DVD も発売された。2004年公開の映画、タン疑さぜん100万両の壺は、本作のリメイクである、メディアを再生する、ありがとうございます。